いいぞハブやれ。さあさあいかが、うまくてほっぺが落っこちますよ。のほらメロンを盗むな。なんだと、返しゃんかこの汚い泥棒ザルめ、返しって。あるよ。やったぞアブ。さあ朝飯だぜ。さあそこのお嬢さん、最高の壺がやりどりみどりさらってるよ。いかがです、夏目やしにイチジク、夏買うならピスタチオ。お嬢さんネックレスは美しい、お嬢さんにこいつはぴったり。生きがいいよ。ほれ連れ立てた持ってきな。いい、私は結構よ。ごめんなさいね。私本当にごめんなさい。わあ、まあお腹が空いてるの。これを。おい、支払いの方はどうなってる。支払い、このわしから物を盗もうってのか。ごめんなさい、私お金は持ってないの。泥棒め。待って、一緒に宮殿に行ってください。王に支払いを頼んでみます。いいな、泥棒は腕を切り落とすが決まりだ。お願いやめて。おお、こいつはどうもご親切に。見つけていただいてありがとう。あちこち探したんだぞ。あなた何。いいから芝居を。お前この娘知ってるのか。悲しい話だけど俺の妹なんだ。頭がちょっとね。王様を知ってるらしい。この猿を王様だと思ってるんだ。あー偉大なる国王様、何なりと言いつけよ。哀れな話でしょ。さあこれお返しするよ。さあおいで、お医者さんのところへ行こう。あら先生だわ、ごきげんよう。この人は先生じゃないだろう。行くぞ王様。こいつよくも戻ってこい、この泥棒め。なんだってこんなことせにゃならんのかね。本当の嵐がやってくるまで待ったっていいだろうに。黙れ、疲れるぞ、もっと早く。はいよ、雷起こしゃいいんだろ。告げよ時の砂よ、あの洞窟に入れるものをわしに教えるのだ。この男か、これがダイヤの原石か。そいつかい、その野郎が本当に役に立つ。早速今の男をこの宮殿に招いてやるとしよう。どうだ。そうしよう。